おはようございます。エンディです。3月7日朝がやってまいりました。合ってますか？3月7日。はい。おはようございます。ですね、今日の話題はですね、まあいろいろあるんですけれども、これね、まあ、言葉に気をつけないと、今これ結構 YouTube で制限が入るみたいなんでね、まあいろいろあるんですけどもね、まあ一つの話題としてはですね、円高ですよ。今1万円でなんと、あ、だいたい、まあエンディの場合はですね、バーツの、まあ、レートを考える場合、1万円で何バーツになるかっていうのをいつも考えてるんですけども、昨日のですね状況では、ちょっと待ってください、1万円が 2978.13 バーツね、いいですよね。まあ日本からタイに行く方にはとてもいいんじゃないでしょうか。でバンコクシャットダウンっていうのが昔あったんですけれども、2014年のそう1月13日バンコクシャットダウン、あの時はそうですね、まあ、これ言っとかなきゃいけないなと思って行きました、カメラ持って。であの時はですね、今でも、まあ、一番覚えてるのがサラデーンの駅のところからルンピニ公園のところに、まあ、交差点があるんですけれども、そこで、タクシンさんとかの絵が、あの写真とかがね、道路にこう大きく置いてあって、そこをみんなが足で踏んでいたっていう光景をね、よく今でも覚えてます。そしてそこに止まっていたジープ、戦車、そういうものに乗らせてもらったっていう思い出があります。ジープに乗って写真撮っていいですかって言ったら、どうぞどうぞっていう感じで、で確かあの時は助手左側にエンディが座って、右側には恵比寿の広鍼灸治療院の広先生が座って、で2人でこうやってタイのねジープに乗って写真撮った思い出があります。でその時が確か1万円で4000バーツぐらい行ってたと思いますね。そうだから100万円ね換金すると40万バーツ合ってますか？そんぐらいになったんですよ。すごいよね。うん、じゃあ朝の挨拶行きましょうか。あ、すごい、いきなりこんなにたくさんの方びっくりしました。ありがとうございます。石井和正さん、おはようございます。あ、和正さんね、小田和正さんと同じ名前じゃないですか、ね、モデレーター追加ね、いいですね。はい、スネキライダーさん、おはようございます。ビッグストーンさん、おはようございます。プルメリア先生、おはようございます。うわ、ご無沙汰してます、久しぶりです。ヤマトさん、おはようございます。ヨティティさん、わー、先生どうも、バンコクからですか。ヨティティ先生、今どうですか、バンコクはどうなっちゃってますね。えビッグストーンさん、おはようございます。待ち時間に深夜便聞いてました、ありがとうございます。ヨディディ先生、昨日2970バーツでした。両替所で2970、エンディが見たのはですね、これ確か日本で両替する場合なんですよ。最近難しいですよね、これお金ね、大体はその現地の国に行って両替した方がレートがいいんですけども、で戻す時も現地がいいんですか。タイバーツの場合どうなんでしょうね、ちょっ
とね、それが今気になるところです。はい、そうなんですね。それで、まあ、あんまり大した話がね今日ないんですけれども、一つね、あ、欧米人の皆さんがマスクしてるから驚きです。そうですか、なるほど。あ、つとむさんどうもおはようございます。エンディの YouTube の方で新しい試みをやってみまして、で、エンディタイランドのチャンネルってもう皆さんご存知のように、タイパブとかタイマッサージっていうのは再生回数が、まあ、一番多いもので30万回とか、だいたい普通数千回は行くんですね。ところがタイ料理店の動画がなぜか全然回数いかないんですよ。結構告知してるんですよ。アップしたものをツイッターだって、タイフェスツイッターってフォロワー1万ぐらいいるんですよ。で、それからフェイスブックのタイフェスのところとか、タイ料理ファンのフェイスブックとかにアップしているんですが、なぜか300回ぐらいしか、ちょっと恥ずかしくて言えないんですけど、行かないんですよ、これだけ。でもかなり最近字幕も入れてるし、内容も良くなってるんですよ。だって青森県の星川シェフの動画見ていただけました？すごくいいんですよ。見てるだけでこうジーンとくるっていうか、80歳の日本人の料理人が今まで50年ぐらいね、料理をしてきた包丁さばきであるとか、料理に対する思いであるとかで、ちょっとまあ、ギャグとかをね言ってくれるわけですよ、うん、そういう素晴らしい内容な、まあ、自分で言うのはあれですけどね、結構いいんですけど見てもらえないのが残念だなっていうところで、でも諦めないですよ。そこでスタイルを変えてみたんですよ。昨夜アップした動画っていうのは横浜のジェイズカフェ&レストランの動画なんですけれども、変えてみたんですよ、スタイルを。喋りなしにしました。もう字幕だけ、字幕でエンディのその時の食べてる時のね気持ちとかを出してみたんですよ。で、サムネイルももう今までみたいなちょっとなんていうの、ごちゃごちゃしたやつじゃなくて、すっきりした、最近よく見られている料理の動画があったんですけれども、そんな感じのすっきりした文字でねやってみました。文字のフォントは、バステリルイタリックっていう感じにしてみたんですよ。うん、どうかな。だってこのね、ほんと美味しい料理が、美味しいレストランがね知られないっていうのは残念ですよ。で、なおかつ今この時期じゃないですか。だからこのレストランの動画をね、本当にね、タイ料理レストランの動画、本当に多くの人に見ていただいて、タイ料理を食べに行ってほしいと思ってるんですよね。うん。はい。あ、つとむさんね。ふう、参加できたでちゅう。おはようございます。ネズミ年ですか？つとむさんは。はい。ウアンさん、どうも。おはようございます。ウアンさんもじゃあちょっとねモデレーター追加します。はい、日本男児さんどうもおはようございます。はい、つとむさん、再生回数増やしたいならもうちょっと短く。わかりました。何分ぐらいがいいですか？やっぱり10分ちょうどぐらいですかね。はい、で10分ちょうどぐらいにしてみましょうか。まだ他にもですね、そのジェイズカフェを、この日どうだったかな、そうだ、ジェイズカフェで食べた後に
今度隣ぐらいにあるクワサイヤムで一人でムーガタ食べたんですよ。2人前かな。その動画もあるんで、それもアップしてみたいと思います。うん、はい。中でエンディのことをみんなそれで知ってたら長めでも大丈夫。はい。わかりました。というふうにね、そんな風な感じで今日もいろんなニュースがね今入ってきてね、あ、トップカイザーさん、おはようございます。本当にね、あれですよ、茨城、栃木、群馬の金土日のイベントも延期になりました。中止じゃないですよ、延期ですから。延期になっちゃいました。ということで今日はですね、横浜のそのタイ料理屋さんがどうなってるか、あとは船が停泊してそこから、乗ってた方が降りたっていうことで、今横浜のタイマッサージ屋さんとかもお客さんが減っているそうなんで、今日は急遽横浜の方に、行ってどうなってるか、タイマッサージ屋さん、タイ料理屋さん、まあ、お店の方の話とかを聞いて、タイ人のお店にはね、まあ、エンディができるアドバイスをしてこようと思ってます。あ、そうかそうか、あれやんなきゃいけないね、オラクルカードね。ちょっと待ってくださいね。はい、戻ってまいりました、オラクルカードです。はい、行きましょう。今日もよろしくお願いします。今日は横浜方面行ってまいります。これもね、短めにもう10分から15分にね恐縮しますんで、行きますし、おー、行きましょうです。はっ、何ですか。 I am from now、ね、I am from now ですよ。1年後、ね、はい、チャッキーさんおはようございます、ね、1年後ですよ。はい、あなたの質問している事柄はこれから1年以内あるいは1年経過した直後に起きるでしょう。それまではあくまでも楽観的な気持ちで自分磨きの活動など願望を叶えるための準備を続けていくことをお勧めします。他の人の自由意志による選択も関係していることを忘れずに、祈りが聞き届けられたら、祈りが聞き届けられた兆候がすぐには見えないとしても、天使たちは今あなたのために舞台裏で働いてくれています。ありがとうございます。このカードね、何回か読んでるんですけど、なんだろうね、今日ちょっと舌の周りが良くないですね。うん、はい、わかりました。はい、なんですか。ストームさん、しゃべり解説多いとずっと見てないで耳で聞いても楽しめるなら何かしらのトークをし続けるとこかな。はい、K3919さん、おはようございます。ということで、今日は横浜の現状をね見てきますんで、もし横浜関内あたりでねエンディ見かけたら、声かけてください。呼び込みのお兄さんがこの前ね、まあ、これ前言いましたっけ、いつも見てますよっていうね、ドン・キホーテの前あたりで言われたんですけども、横浜あたりの、タイ料理、タイマッサージの情報もたくさんこのエンディ・タイランドに出ているんで、ぜひ、お休みの土日、外出をしないで家でじっとしてようと思っている方はエンディ・タイランドのチャンネルぜひ、ご覧になってください。それからエンディ深夜便もね、毎日やってますので、でこっちのエンディ・タイランドで言えない内容が実はアップされてるんですよ、エンディ深夜便。刑務所からのお便りがあったんですね。注意しながらこれは行動したいと思います。
それでは最後にじゃんけんで終わりたいと思います。いきますよ。準備はいいですか。最初はグー、じゃんけんポイ。